皆様おはようございます。黒川です。よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたけど、我々はこのようなタイトルで、研究開発を進めております。研究開発のメンバーですけれども、ここに書いてある主たる共同研究者で、研究開発を行ってまいりました。特に赤字で示している、方々はですね、中心となって、この研究開発を進めてくださいましたので、皆様、この名前をぜひ覚えておいていただければなと思います。で我々は第1期の時からこのプロジェクトに参加させていただきまして、開発を続けてまいりました。で微生物に関しましてはいろいろな多様な情報がございますけれども、それらを遺伝子、ゲノムでありますとか、あと、分類ですね、タクソノミー、あとは環境、こういう大きな3つの軸にまず整理をしてあげて、それらを統合していくというスタンスで開発を続けてまいりました。で第1期の成果といたしましては、このマイクロブ DB.jp という統合データベースを作り上げることができたわけです。ではこの第1期のマイクロブ DB.jp ではどのようなことが実現できたかというと、今申し上げたように環境とか菌株とかゲノムとかの情報をシームレスに統合化することによりまして、例えばここに書いてありますけども、高温環境に多く存在する遺伝子はどのような遺伝子なのか、その遺伝子はどの系統が主に持っているのかということに答えることが、検索することで答えることができるようなデータベースになったわけです。で昨日も菅野先生のグループのご発表がありまして、菅野先生が RDF ってなんじゃっていうことをおっしゃってましたけれど、我々もですね、僕がこのプロジェクトに参加申請するときに、ヒアリングを受けるわけですけれども、その時も RDF なんていう言葉全く知らない状況でスタートしてきました。で特にまたですね、そのヒアリングの時にもうすでに暴露してもいいかもしれませんけど、とある委員の先生からオントロジーはやらないのかっていうふうにお声掛けをいただきまして、その時はいやオントロジーは一切やるつもりありませんというふうな答え方をしておりましたが、このデータベースの中ではですね、フルの RDF が動いておりますし、オントロジーも多数のものを開発してきているわけでございます。でそうすることによって、例えばですね、研究テーマの例として、工業排水のメタゲノム解析、このようなものを研究テーマとして、例えば学生に与えたときにですね、このデータを我々のデータベースにさえ入れてくださればですね、検索だけで、このような結果を一覧として、見ることができると、検索だけでこれが実行することができるというようなデータベースシステムになっているわけでございます。で、これらを受けて第2期の開発の目標でございますけれども、より広い微生物を対象として拡張しましょうということと、あとはですね、どうしても更新にものすごく手間がかかりますので、それをなんとか自動化してですね、サスティナブルなシステムできないかというところ、あとは最新の、解析プロトコル、解析プロトコルも日進月歩でございますので、そういうものを実装したような解析結果、解析をすることですね、それを、可視化していくようなことを、目指してまいりました。これをもちまして我々超高度化推進という言い方をしております。こうすることによりまして、単なる統計量の提示ではなくて、大規模データから新規知識発見を行うことができる、それを促すようなことができるようなデータベースを作っていこうというのが第2期の研究開発の狙いとなっておりました。ところが非常に大きな問題点がありました。それはもう、昨日からもいろいろと話題が出ておりますけれども、一つはデータの爆発でございます。でちょうどこのプロジェクト第1期が始まったのは2011年だと思いますけれども、この頃です。で、そこからですね、これはヒトメタゲノム、メタゲノムの中でもヒトだけでございますけど、ヒトメタゲノムデータもこのような形で、どんどん進展してきているわけです。従いましてですね、第1期で作っていたデータっていうのは この辺のデータに基づいて我々作っているわけですけれども、全く、いかんともしがたい状況であると。で要はとにかくバージョンアップをしていかなければいけないんですけれども、このデータ量の蓄積、このメタゲノムデータのみならずですね、バクテリアのゲノムデータもドラフトゲノムというものがたくさん出てきてますので、そちらも爆発していってるわけです。そうするといろいろなところに問題が出てきて、例えばこれは寄生系の内山グループですけれども、例えばオーソログ遺伝子の解析、オーソログ遺伝子は我々のデータベースではゲノム間、系統間の、横をつなぐのりしろのデータになって非常に重要なデータですけれども、それもですね、これまで の内山グループが開発してきたような手法だと、もう計算時間が膨大になりすぎてですね、どうしようもないと。ということで、例えば種内とか種間の、種内とか属内の近縁ゲノムデータのみで、
まずオーソログデータを出したりですね、あとはそのパンゲノムというような考え方を使って、まあ、データを圧縮するような格好でですね、なんとかそのデータ爆発に備えるということを、まあ、この3年間、まあ、2年半でずっとやってきているわけです。で、まあ、いずれにしましても、オントロジーもですね、DBCLS の皆様、先ほど、お話ありましたけれども、ハッカソンを含めて、まあ、いろいろな、オントロジーも開発してまいりまして、まあ、この、微生物にまつわるようなこれらのデータを全て RDF 化して、データベースを作ったわけです。で、バージョン2でようやく今バージョンアップの、時に来ましたけれども、今バージョンアップをしている最中です。してる最中というのはもうデータが終わってるんですけれども、その巨大なデータをですね、皆さんにプレゼントするマシンの性能が足らずに今そのマシンの調達をしているところですけれども、バージョン1の時はだいたい10億トリプルぐらいの RDF で構成されてましたが、バージョン2では90億トリプルまで巨大化してまいりました。まあ、いずれにしましても、まあそのような形でマイクロオブ DB.jp バージョン2ということで無事に開発を今進めることができています。で、皆さん利用者いろいろなところに出向いて利用を促してまいったわけですけれども、やはり利用者の皆様からは何、まあこういうブランク、某大手の検索エンジンと同じような形になってますので、何を入れたらいいかよくわからないとか、何か入れてみたんだけど全然結果が返ってこないとか、いろいろな苦情をいただいてましたので、その辺の UI も徹底的に改善していこうということをやってきています。で、一つはスタンザと呼ばれている、まあ、ちっちゃいアプリケーションのようなものですけれども、まあ、こういうものをもっともっと充実させていこうということで、まあ、統合スタンザ、これも DBCLS を中心としてやっておられますけれども、まあ、それと合わせて約180種類の、スタンザを作ってきています。で、まあ、簡単なスタンザで言いますと、まあ、遺伝子のアノテーション情報とか、まあリストとかですね、あとゲノムの基盤の情報とか、まあ、こういうものを、一覧で見せてくれるような単純なスタンザとか、あとメタゲノムの中の、群集構造であるとか遺伝子機能分類を、見せてくれるようなスタンザ、でさらにはオーソログ、グループにまつわるようなさまざまなスタンザでありますとか、まあ、あとこれもずっと第一期の時から作り込んでますけれども、人の中にいる、微生物の、まあ、人の体の部位のどんなところにどんな微生物由来の遺伝子があるのかというのを見せてくれるようなスタンザ、あとはですね、この微生物群集だったらこの微生物群集と似ている微生物群集は何なのかとかですね、でその似ている微生物群集が取られてきた環境はどういう環境ですかっていうことを解析してくれるようなスタンザ、でさらには、比較ゲノム解析を、の結果を示してくれるようなスタンザでありますとか、あと比較メタゲノム解析の結果を示してくれるスタンザ、まあ、こういうものを、まあ約180種類作ってきたわけです。ところがですね、その検索窓に検索単語をポイッと入れます。でそうするとですね、その検索単語を、まあ、スパークルでデータベースに投げるわけですけども、その時にですね180のスタンザに全てこう投げるわけにいかないわけですね。結果が返ってきません。でそうすると検索結果が真っ白系のものがずらーっと並んでいるという状況になってしまいますので、これはなんとか改善しなきゃいけないということで、何をしたかといったら、まずはこのスタンザを、まあ、型を定義しました。例えば、このスタンザはエンバイロメントですよと、このスタンザはストレインですよ、このスタンザはタクソノミーですよという格好でまず型を分類してあげて、で検索の入ってきた型をですね、今度オントロジーを用いて、まあ、どの型なんだというのを推測してあげると、まあ、例えばこの事例で言うと見にくいですけど、ホットスプリングっていうのはエンバイロメントであるから、そうするとエンバイロメントの型を持った、スタンザだけを呼び出して表示をすると、まあ、そうするといろいろな情報がこう密に見ることができるというような、まあ、UI の改善を行ってきています。で、まあ、いずれにしましても冒頭で申し上げた通り、我々の今直面している問題点というのはデータのバージョンアップの時の、負荷が大きいということでございます。で、じゃあ例えばどのタイミングでデータをバージョンアップするんだということで、例えば DDBJ の、メジャーなアップデートに対応させるのかということですけれども、まあ、それに対応させるというのが、まあ、一番リーズナブルではあるんですが、我々その全てのデータを解析し直さなければいけないとかですね、膨大な、それに膨大な時間がかかってしまいますので、まあ、どうしてもメジャーアップデートから半年遅れとかですね、まあ、その程度でしかバージョンアップができていかないと
ということになってくるわけです。で、まあ、いずれにしても、まずは DDBJ と連携を強めていかないと、まあ、いけませんねということで、まあ、これは遺伝系の中村グループですけれども、まあ、DDBJ の RDF を作って、さらにゲノムのようなゲノムデータベースのところも全て RDF で、記述していっていただくと。まずこれが基盤になって、これがバージョンアップされることで、我々のデータベースも連動してバージョンアップしていこうというような、今方策を考えているところです。でさらに、持続的にですね、このデータベースをメインテインしていくためには、まあ、DDBJ のみならずですね、皆さんが持っておられるような研究者が持っておられるようなデータをどん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 集めてきて解析をして、このデータベースにマイクロブ DB の方に、格納していっていただくという仕組みを作らなければいけないということで、まあ、我々古くからこれ遺伝研の菅原先生中心に開発されてました MyGap というゲノムのアノテーションシステムですけれども、こういうものと、あと我々が開発したこのメタゲノムの解析ライン MeGap と呼ばれるような、解析のパイプライン、これを用意することでデータ生産者が、まあ、より簡単にですね、このデータベースの中にデータを押し込んでいけることができるような、システムを作ってきています。やはりオープンデータが叫ばれてますけれども、そのオープン遺伝塩基配列等のオープンデータがですね、古くからこのバイオ業界では広まってましたけど、まあ、その呼び込みの、きっかけの一つとなったのはやはりブラストとかファスタとか呼ばれている配列相同性検索だったと思います。やはり、データ生産者がデータをこういうところにデポジットするためにはですね、このような何かアプリケーションを用意しておかないと、でメリットを感じさせてあげないと、おそらくはデータをどんどん登録してくれないだろうということで、こういうものを用意しています。でこの MyGap はもうすでに DDBJ の方で動いてますけれども、 MeGap もですね、これも中村グループによって、実は DDBJ パイプラインの方にすで、に実装されています。でちょっと今我々論文化いろいろ控えてますので、まあ、それまではまだオープンされませんけれども、まあ、このような形で近日中に動く予定です。でさらに、データベースの更新の時にもう一つ問題になってくるのはですね、オントロジーとデータとの関係性です。でまあ、オントロジーマッピングと我々は言いますけれども、まあ、それをですね、例えば第1期バージョン1の時はですね、実は人間の目で見て3ヶ月かかってじっくりオントロジーをマッピングしていくということをやってました、まあ、ところが、データがですね、今、猛烈な数になってますので、まあ、とてもじゃないかとそんなことができないということで、まあ、我々はそのバージョン1で人間がアノテーションしたデータを、まあ、教師データとして、まあ、機械学習することで、まあ、自動的に、まあ、半自動的にですね、オントロジーマッピングを行うという手法を、まあ、開発してきています。で、まあ、いくつかいろいろな、学習機を用意しましたけど、まあ、今のところ SVM を使って、オントロジーマッピングの自動化をしました。でまあ、結果的にはですね、一つのサンプルに対して、まあ、平均で2から3個ぐらいの、オントロジー、名誉と呼ばれている環境、微生物環境オントロジーがあるんですけども、まあ、そのタームが、ID がついていくというようなことで、まあ、ある程度自動化ができている。で中にはですね、10個ぐらいそのついているものとかデータとかも出ちゃっているので、まあ、もうちょっとファインチューニングをしていく必要性があるだろうというふうに考えています。でもうちょっとベルが鳴っちゃいましたので終わりですけれども、まあ、知識発見というのができるのか、まあ、今のところ、まあ、できそうだということが分かってきました。でさらに、さらなる多様なデータの統合化コード化、まあ、こういうようなデータを、まあ、統合化していくことによって、まあ、最終的に我々微生物群子を介して、まあ、緩くつながっているような研究領域や分野、これビジネスも含めてですけれども、において新たな知識の発見を促すことができるだろうというふうに考えています。すみません、オーバーしました。以上です。